お久しぶり。よし。やっぱりガイさん、かっこよかった。かっこいい。ブスだ。なんで、なんでブスに出た。今より今うん、あもっともっとブスになっちゃった。みなさん本当にありがとうございました。皆さん、가이오네상가今日最後のコンサートですから、なんかメンバーがもう全部悲しいです。私が初めの時、新入生の時、カイさんが私にたくさん教えてもらいました。それで、なんか気持ちが悲しいです。それでもカイお姉さんがソロしても、いつもいつでもカイさんは私のそばにアフタースクールです。応援してください。ありがとうございます。8人のメンバーが一緒にいるステージなので、本当に幸せです。アンコールコンサートに来てくださって皆さんありがとうございます。I will never forget this moment. 가이언니사랑해요언니한언니진짜사랑합니다私は今皆さんおかげで幸せです。これからもずっとずっと幸せにさせてください。가이언니너무너무사랑하고요언니한테너무많이배운것같아서항상너무감사하게생각하고있고언니가어디가든지계속언니옆에서응원할테니까혼자라고생각하지말고항상애프터스쿨한테의지했으면좋겠어사랑해今日は楽しかったですか？はい、私も楽しかったです。皆さんがいるから私がいると思います。これから新しいアルバムのために韓国に戻りますが、どこにいてもいつも応援してください。これからも一緒にいましょう。愛してる。
今日も泣きました。いつもありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。 가희 언니 너무 너무 고맙습니다. 정말 표현을 못했는데 아이시대로. 앙코르 콘서트님도 聞いてくださって本当にありがとうございます。私たちアウトスクールと 一緒に 生きていましょう。 愛してる。 그리고 저희를 위해 항상 플레디스 감사드리고 ABX 아리가또 고자이마스. 그리고 저희 멤버들 정말 정말 사랑합니다. 私は皆さんからの愛のおかげでより大きな夢を見て幸せを感じます。皆さんからの声援に応えるためにもっと努力します。この気持ちは絶対変わりません。約束します。 그리고 처음 애프터스쿨이 만들어지면서 지금까지 계속 함께해온 가희 언니한테 이렇게 많은 사람들 앞에서 되게 미안함도 많고 고마운 것도 너무 많은데 이제 와서 얘기하게 돼서 너무 미안하고 정말 저희 모두 정말 언니가 가수로서 정말 저기 정상에 갈 때까지 항상 응원하고 항상 옆에 있겠습니다. 약속합니다. 뭔가 감동できるような 言葉を話したいですけど、今の私の頭の中で何もないです。エイベックスの皆さん、本当ありがとうございます。このツアーのスタッフの皆さん、本当にありがとうございます。プレイガールズ JAPANの皆さん、本当にありがとうございます。 그리고 한국 우리 플레디스 식구들 너무 감사합니다. 우리 멀리에서 와주신 한국 팬 여러분들 너무 감사합니다. Thank you for coming, you guys. 영어는 이거밖에 안 되네요. 제 私の 人生の中で 아프터스쿨의 콘서트 라이브 무대와 4回だけないですね。この舞台が私のアフタースクールの最後のライブですけど、本当に嬉しいです。ここは私たちと皆さんだけです。それが本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。 韓国から私の家族が来てくれました。 엄마 안녕, 아빠, 할머니 안녕, 언니 오빠 지혜 안녕. 괜찮아 할머니? 사랑해.
민나상, 私 ずっと 頑張ります. 応援してください. 아프터스쿨은 これからも アルバムとか ライブとか 舞台も 活動も ずっと 応援してください. 今まで本当にありがとうございました。